皆さんこんにちは、こんばんは。新作の部屋の作でございます。やってまいりました、フォルツホライゾン5の時間です。めちゃくちゃ久しぶりにフォルツホライゾン5の時間がやってまいりました。そしていつの間にかこのディーボもそうなんですけども、プレゼントカーということでギフトでもらえてました。全く気づきませんでした。ということで運営さんありがとうございます。さあということで今日は久しぶりにフォルツホライゾン5の世界でジュリアが暴れます。暴れると言いましても普通に走るだけなんですが、カーパスで新しい車が追加されておりましたので今日はそちらの車に乗ってみようと思います。このブガッティディーボはまた後日じっくりと皆さんと一緒に見ていこうと思いますのでよろしくお願いいたします。今日ゲットする車はこちらとなります。コルセクリエンティのフェラーリ488チャレンジでございます。もちろんチャレンジエボではありません。2017年ですので488チャレンジということなんですが、この488チャレンジっていうのは何気に初登場なんじゃないですか。これフォルツァって、フォルツァ4にも結構ね FXX とかいろんなレースカー出てますけど、この488チャレンジってありましたっけ。もしかしたらあったかもしれませんが、フォルツァ5では初登場ということで今日はこちらのコルセクリエンティフェラーリ488チャレンジに乗っていろいろ見てみたいと思います。それでは早速ねゲットしたいと思います。いや、かっこいいですね。黄色もいいんだけど、これ色を変えたらまた文字が消えるやつ。あ、ていうかそもそも黄色だけか。黄色しか選ぶなっていうことか。ということはこれホイールとかブレーキキャリパーの色を変えるとこの25とかいう数字、ストライプの青色とか全部消えてしまうっていうことでよろしいですかね。おそらくそうだと思います。はい、こんな感じですね。かっこいいですね。まあブレーキキャリパーの色とかそこまでこだわらなくてもいいんですけどね。チャレンジなので。はい、一応確認してみましょう。はい、全部消えます。全部消えます。はい、あっという間に全部消えます。寂しいですね。これはフォルツァ5になってもおそらくフォルツァ6になっても変わることはないのかもしれませんね。なのでこういうところで変えるしかないですよね。誰かさんのリバリーを借りてやるしかないっていうことですよね。おそらくはそうだと思います。はい、ということで白になんか変えませんよ。いや、びっくりした。もう白から戻らないこと思いました。はい、ということで黄色買います。無料です。ありがとうございます。さあ楽しみですね。488チャレンジどんな音がするのかということですね。運転席も見てみたいですね。ほい、やってきました。これすべて開けるでどこまで開くんだろう。ボンネット開くような感じになってますね。これ開くのかな。あ、一応ドアしか開かないけど、おそらくボンネットは一旦画面が暗くなるやつですね、これね。はい、見てみましょう。おすごい、結構リアルに作り込んでるな。すごいですね。ダクトの部分がよく再現されておるというか、まあ私もね実写見たことあるんで、何とも言えませんけども。おお、すごいね、軽量化ボディ、さすがでございますね。では一旦ね蓋を閉じておきましょう。いや、いいですね、かっこいいですね。これね488のチャレンジエボの場合はですね、あのオートカバリーノさんとコラボで、488チャレンジエボ徹底解説した動画ありますので、ぜひご視聴いただければと思います。ではまずは助手席から見てみたいと思います。はい、あー、もうこれこんな感じですね。私も一応ねエンジンはかけたことあるんですよエボはね。はい、ドアパネルも全部カーボンですから、これね、あの本当に見ていただいたら分かりますけど、あのこれドアね、ドアもうペッコペコですよ。もうめちゃくちゃ軽いですし、めっちゃ薄っぺらいです。ペッコペコです。はい、だからこのロールケージがないともう完全にやられます。これで、ね、もしクラッシュしたら、はい、えらいことになります。ではこんな感じです。あ、チャレンジエボとあんまり変わらないですね、この辺はね。うん、いい感じですね。どうでしょうか、もう完全なレースカーとなっておりまして、非常にかっこいい一台となっております。上の方も、上まではそこまでねグラフィック良くないので何とも言えないんですけども、488チャレンジということで今日はこちらの車じっくりと乗ってみたいと思います。いいですね、レース車両欲しいんですけどね。はい、うわ、ここも一応開くのか。開くやん。画面暗くなりますけど開きますよ。はい、ありがとうございます。でここのエンジンに関しては通常の488とほぼ変わりません。これはねチャレンジだろうが何だろうが普通の488とほぼ同じです。はい、かっこいいですね。やっぱりこのフェラーリってこのエンジンやっぱ赤色いいですよね。これ赤か新車オーダー時はカーボンにすることができるんですよ。ここカーボンもめちゃくちゃかっこいいし、僕の持ってるフェラーリも
カーボンなんですけど、まあ、カーボンにはカーボンの良さがあるんだけど、やっぱり赤色ってかっこいいなと。ね、おまけに黄色と赤、ね、ボディが赤と赤、そして白赤なんでもこれもう本当かっこいいんですよね。はい、こんな感じですね。まあ、もっともっと配線は実はあると思いますけども、これは実際あれですね、そのフェラーリのメカニックさんがこの画面を見て、本物かどうか、どこがどう違うかやってみたっていうのをやってみたいですよね。はい。ではではこんな感じです。蓋もね、ちゃんと閉めておきましょう。ではエンジンカバーを装着します。何？蓋、エンジンカバー閉じるときは、画面黒くならないんだね。普通に今一瞬見えたけど。はい。ではね、リアの方を少し見ていきたいと思います。リアのテールパイプなんかはこれチタンになってるのかな？ちょっとよくわかりませんけども。ウィングですね。ウィングでこれね、この細かいボタンで、ウィングの角度を調整しますね。これね。はい。こんな感じになってます。488チャレンジということで。なんかチャレンジグリルみたいな感じでかっこいいですね。これ全部カーボンだと思いますけど。あれ？カーボンじゃないのかな？カーボンだと思うんですけどね。はい、こんな感じですね。いやー、これやっぱかっこいいっすね。横から見ても488チャレンジということで。では運転席早速入ってみたいと思います。これはこのオーナー様のモデリングということでね、多分なんていうのかな、黄色のボディに全くこの仕様のやつをコピーしたんだと思いますけども、まあ黄色も意外とかっこいいっすよね。黄色もね、私が岡山国際走った時なんかもね、黄色の488チャレンジエボいましたけど、すげえオーラでしたよ、黄色もね。僕が自分自身で買うんだったら、やっぱりチャレンジとか GT3 は赤がいいなと思ったりするんですけどね。はい、そんなこと喋ってたらね、また動画の時間長くなるんで。はい、こんな感じですね。では、早速ね、エンジンをかけたいと思いますが、チャレンジエボの時はエンジンはこちらでかけるんですよ。このね、センターコンソールのところでエンジンかけるんですが、これなのかな？なんか場所違うような気がするけど、もしかしたら488チャレンジはここなのかもしれません。いや、絶対違う気がするけどな。絶対これエンジンかけるところは間違ってると思います。チャレンジっぽい音するね。あ、でもこれはまあ比較的いい音だと思うけど、ちょっとね、高音すぎるような気がしますね。はい。ステップ、これシルキックのステップのところはカーボンではないんですね。ここもカーボンのイメージがあるけど。それでは今から少しカスタムチューニングしていきたいと思います。ほぼほぼカスタムするところってないと思います。もともとレーシングカーなので足回りとかもほぼないんじゃないかなと思います。ただスプリング関係もオフロードにしたりとか、まあドリフト関係にするぐらいで、普通にレース仕様なので変える必要はないですね。軽量化、これ以上軽量化したら余計に走りづらいような気がしますけどね。はい、まあこんな感じですと。あとはまあ足回りじゃなくて乾燥なんかどうですか。これエンジン音変えれたりするのかな。乾燥として、あ、一応ありますね。 V12 になるだけですけど、一応音聞いてみましょう。これが今の状態です。やっぱりいつも思うけど、ファーンプス、ファーンプスって音いいよね。では、V12 になったら。やっぱり V8 のままがいいんじゃないのかなと思ったり。はい、では、6.3 リッターのハイブリッド V12 ですね。これはラフェラーリかな？ラフェラーリかな？うん、わかりませんけども。はい、一応そんな感じになりますということになります。タイヤのホイールも特に変えることはありませんね。あとは少しだけね、車高を下げたいと思います。ギア比なんかも全て調整されてますね。アライメントも全く問題ない感じ。スタビライザーはもともとデフォルト。スプリングとして車高ですね。まあフロントが少し低く設定されておりますが、そうですね、もうちょっと、低くしようかなと思います。さらにフロントを低く、ダウンフォースをいい感じにしようかなと。これ多分 10.5、10.2、10.0 かな。これぐらいにすると、いや、ちょっと待ってね。これだったら 8.5 でしょう。多分11ぐらいが一番ぴったりくるのかもしれませんね。これぐらいですね。はい。これで適用しておきましょう。
そして参考までにマシンのペイント関係見ていきたいと思います。これね、ボディペイントが消えてしまうんで、絶対に色は変えませんけども、ちなみに変えるとこうなりますっていうのをね、見ていきたいと思います。まあ、ここはいいでしょう。メーカー標準カラーは買うときに見たので、次、ボンネット。これはまあ、ボンネットだけ変えるはないですね。ここだけカーボンにすることもできます。ただ、色を変えると、あれ?ペイントが消えない。どういうこと?どういうこと?これは消えへんの?あれ?ちょっと待って、ボンネットの色を変えると?これは色変わるよね、さすがに。ちょっと待って、ごめんごめん。今なんか変な押したよ。変な押したよ。これはさすがに色変わりますよね。あれ?ペイント消えない。あれ?ちょっと待って、今一瞬なんか消えたな。ピレリとかが消えたのか。あ、そういうことですね。25のストライプは消えないのか。ただ、このボディカラーを変えると全部消えるんですよね。あ、これはやっぱり全部消えてしまうんですね。なんかよくわかりませんね。ミラーぐらいだったら変わりませんでしたよ、今。ウィング、これカーボンですけど、この25が消えそうですね。あ、できませんになりますね。はい。ホイール、これどうですか?黒とかにしたら?あ、やっぱりピレリとか消えますね。やっぱりどうしようもないですね。で、ブレーキキャリパーも多分色を変えると消えますね。はい。ピレリが消えますね。これ意外とね、赤色にしてもかっこいいんですよ。こういう風に。黄色と赤の。まあでも大体ね、こういうチャレンジとか GT 系はブレーキキャリパー塗装ってあんまされてないです。なぜかというと、多分ね、めちゃくちゃ激しいんで、塗装しない方がいいんだと思います。あまりキャリパーから塗装されてる個体って見たことないですよね。はい。では一応こんな感じで、まあ保存をせずに終了ですね。特に色を変えてませんのでね。はい。では一旦ですね、いつものカットで見てみたいと思います。さあ、ほぼカスタムする必要がなかったフェラーリ488チャレンジでございます。これにエボキットというのをつけると488チャレンジエボになります。はい。ということで、なぜかフォルツァホライゾン5では488チャレンジでした。エボではなく。はい。でもかっこいいんですけどね。めちゃくちゃ憧れですよね。フェラーリのレース車両。このウイングがたまりません。このウイングの形。これがかっこいいんですよね。レース車両っていう感じがしますよね。美しいです。これ生で見ると本当にね、いい音するし、もうオーラすごいんですよ。レース車両ね。はい。ということで今日はこちらの車に乗ってですね、エンジン音聞いたりとか、走りの挙動とか確認したいと思います。あれ?ホイールのセンターロックのところフェラーリマークついてんな。これ通常ついてないんですよ。ついてないっていうかもうほぼついてないのがほとんどです。488チャレンジもチャレンジエボも。もしかしたらチャレンジでこのオーナー様つけてたのかな?あんまりセンターロックフェラーリって見たことないですね、レース車両でね。ということで今から街に出てみたいと思います。488チャレンジの初走行、行ってみましょう。実際に走ってみましょう。あ、黄色もかっこいいね。黄色。赤がいいなと思ってたんだけど、あ、黄色めちゃくちゃかっこいいやん。迫力ありますね、黄色の方がね。はい、こんな感じです。すごいですね、オーラがあります。それでは実際に走ってみたいと思います。まあエンジン音に関してはまあその他のレーシングカーと同じような感じするけど、一応 V8 ですからね、 V12 のレーシングカーとは音が違います。やっぱ思うのはプスって音いいね。ファーンプスファーンプスみたいな音いいよね、やっぱね。はい、では実際に高速道路走ってみたいと思います。どんな感じの音になるのか。速度はね、多分見た感じのギア比だったら多分ね330キロぐらいが限界だと思います。特にいじってませんしね。では実際に走ってみましょう。あー、いいですね。ちょっと車多いんで気をつけましょうね。これね、絶対事故しちゃダメですよ。それでは行きます。確か7速までなので、ずっとレッドゾーンで引っ張りたいですけどね。
ちょうど下りを使えば330を超えるかもしれないけど、多分330前後だと思います。さあ、ジュリアショットどうですかこれこれね、危ない。ちょっ、何もないよ、特に何もないですよ、何も起きてません。皆さん大丈夫ですよ、ジュリアは生きてますからね、大丈夫ですよ。さあ、では7速入りましたんでね、ここからシフトダウンまでまた音を聞いてみたいと思いますこれ危ね、びっくりした。スピードゾーンだから大丈夫なんですね、ゴースト化してましたね。スピードゾーンが終わってからシフトダウンしてみたいと思います。ブレーキランプ点灯、こんな感じです。これ運転席視点楽しみですね。あ、いい音するやん。はい、こんな感じです。ジュリア、いい感じです。それでは運転席視点で聞いてみましょう。このアイドリング音結構そっくりですね、ドゥルンドゥルンドゥルンみたいな。それでは走ります。やっぱり時速330に行くか行かないかぐらいですね、なんかそんな感じがしますね。26、あ、330行けそうかな。あ、厳しいね、厳しいね。はい、ではシフトダウンしたいと思います。やっぱ運転席視点いい音しますね。うん、いい音しますね、やっぱね。うん、やっぱりプスがいい音です。これちなみになんですけど、視点は結構狭い感じしますね。視点の方は結構狭い、左見るとこんな感じですね。あー、フルバゲットシートがいい感じに味を出してますね、これね。右は？右の方も、あれ？ちょっと待って。ちょっと待って。右、ミラーが見えへんや、これ。サイドミラー確認できませんよ。これだからもう、ダッシュボードのね、モニターで確認しろということですよね、これね。サイドミラー見えません、右。ね、ここまでリアルにっていうか、実際は見えるけどさ。はい、いい感じですね。うん。非常にかっこいい一台が。ジュリアの元にやってまいりました。ありがとうございます。それではトンネル内で音を聞いてみましょう。まあそこそこいい音ですね。最後に運転席視点です。
おお、なかなかいい音やん。皆さんお疲れ様でした。サクの部屋に帰ってまいりました。お帰りなさい。ということで今日はこちらのコルセクリエンテのフェラーリ488チャレンジに乗りました。ゲットすることができて本当に良かったと思います。まあカーパスなんで誰でもゲットできるんですけどね、これ以降になんかあれですよね、マクラーレンの 765LT が追加されるとかされないとか、なんかいろいろとツイッターで新しい情報を見ちゃったんですけども、これからもね、フォルツホライゾン5、どん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 ね、マニアックな車から最新の車、どんどん出してほしいですよね。非常に楽しみにしております。ね、グランツリスモ7も最高に楽しいし、フォルツホライゾン5も楽しいし、ザ・クルー2は発売されてから4年経つけど、未だにアップデート続くし、いろいろとゲーム会社頑張ってますんでね、我々プレイヤーもこれからもどんどん楽しんでいこうと思いますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。それでは皆さん、本日もご視聴ありがとうございました。新作の部屋のサクでした。